さあみんな、今までチャーターベイトを買ったり使ったりしてみて、こう感じたことない？悪くないんだけど、こっちもこっちもいまいち差が分かんねえな。あるでしょうね。俺もそう。で、世の中ね、普通のチャーターベイトでいいものっていうのはもうね、今あるんです。もう十分なんです。でもね、もうみんなと一緒。その差が超過として、使い方として大きく差を感じないんだよね。なので、今回レイドジャパンとしては初となるこういったチャターベイトというジャンル、作りました。名前はマックスブレード。タイプは2つ存在するんだよね。なぜか、それは普通のチャターベイトはもういらない、はっきりと差が分かる使い分けができるものが欲しかったというところで、この2つこの後きっちり説明していきます。ナイス。もうあの辺見えバスだったんだけど、ふーっと落としてブリブリって負け始めたら、足の中というか壁シャローからぶっ飛んできて、パーンって、すっげー反応、まあ、この寄せるパワーがタイプパワーだよね。さあまずはこちら、タイプパワー、まあ、このタイプになってくるんだけど、まあ名のごとし、とにかくね、強いチャターベイトに仕上げてます。で、理由は単純明快、まずそもそもチャターベイトってどういった使い方をしますか、みんな思い出してみて。これでディープ攻めることないよね。これで中層綺麗に巻くことないよね。チャターベイトって基本、これ誤解がないようにね、基本浅いところを引いてくるものです。なんで、シャロー、もしくはシャローフラット、岸際、まあ、そういったところに投げ込んでいきます。で、そういった投げ込んでいく時に濁ってる、荒れてる、もしくは景色が広い、いや、これ普通のチャーターだと何としなきゃいけないんだろう、なんかまどろっこしいな、もっと存在感欲しいということで作りました。はい。で、こだわった点いっぱいあるんだけど、とにかく安定して弾ける、パワーをもうフルに出していける、そういうヘッド形状、ブレード、で、さらに嬉しいのはこのガード、いろんなとこ攻めていけるよね。カバーの中にも入れていける、これはかなりアドバンテージあるよ。はい。ということで、このタイプパワー、まあ、これを使っていく上でいろんなコンビネーション組めていけるんだよね。そのコンビネーションちょっと説明させて。タイプパワー with チャンクのこの強強コンビの激パワー、もうなんかすげえ浮かせてくるんだろうな。いや、このパワー感最高です。すげえ魚よく。ということで、まあトレーラーって一言で言ってもね、いろいろあるのよ。特にこのタイプパワーはいろいろいけちゃうの。まあちょっとそれを紹介させて、その中でもね、もう特にうまそうな感じのやつがあるの。もうこれ個人的にはもうたまんないの。こちら、もうエグチャンクの41、これをセットアップしたもの、見てこのボリューム、たまんないでしょ。これどういった場所にどういった感じで使っていくのってなった時に、これイメージしてほしいのはタイカバ、もしくは岸際。なんでかっていうと、まあこの爪の部分でね、これがザリガニっぽくも見える。だからザリ食ってる場合なんかでももちろん OK。 足際にピチッと入れてブリブリブリッと泳げばもう逃げるザリガニ、もしくはザリガニだけじゃないの、カエルっぽくも見える、もしくはカニっぽくも見える。でバス自体がボリュームのあるベイトをシャロー、もしくはカバーで食ってるぞと思える時には、もうぜひこのパワフルなセットアップで投げ込んでいってもらいたい。だからこれはね、もう個人的にも超一押し。はい。でもね、バスが食ってる餌ってそればっかりじゃないよね。もちろん王道中の王道っていうのはやっぱりベイトフィッシュになってくるよねと。ってなった時にはもうこういった感じ、レイドジャパンでいうとこのフルスイングの4インチ、はっきり言います、これベストです。うん、他にもいろんなシャートテイラーあると思うんだけど、もうこれに合わせて作ってると言っても過言ではない。ここのパワフルさ、さらに前のブレードのパワフルさ、両方がね、共存してくれるの、協力し合ってくれるの、すごくいいです。はい。なんでもうサーチしていく、探していく、はい、そういった時にはもうこれぜひ試してみてください。そしてもう王道中の王道だよね、もうとにかくチャターといえばピンテールでしょ、もうザベーシックです。はい。そういった感じでやりたい人は、ピンテール系、まあ今俺がセットアップしてるのはファンタスティックの 4.8 インチ、まあこういった形でやりたい人の場合は、こういった場合でも OK です。まあ、特に流れの強いところとかね、スピードを出していきたいとか、そういった時にはこのセットアップ良くなってくると思うんで、
まあ、簡単にね、急ぎ足で説明したけど、トレーラーといってもこれぐらい選べます。とにかくタイプパワー、もうパワフルなんで、いろんなトレーラーを背負い込んでくれます。そして協力していい動きを出してくれます。なのでぜひ広い景色、濁った時、荒れた時、パワーを使ってぜひこれでサーチしていってみてください。よし、食った。でかい。よっしゃ、ほほほほほ、きた。うら、ねえ、すげえかっこいい。何この万太郎。ねえ、超スペシャルエディション。ああ、タイプパワー。さらにトレーラーがエグチャンクの4インチ。ああ、これぞマックスブレードのタイプパワー。それのいいところが出たわ。でかい。My name is Japanese Chatter。長年俺が作りたかったのはこれです。はい、もうね、鉛の錬金術師江口俊介がやっと形にしてくれたっていう、もう長年の本当に俺のコンセプト、思いを形にしたのがこのタイプスピード。まあ、マックスブレード自体、これが元に立ち上がったっていう、もうある意味一番スピードに寄せた、一番最弱に寄せた、これぞ日本のフィールドだからこそ必要というところで生まれてきたチャーターなんだよね。で、多分ね、世界最速ピッチです。うん、何も検証してないんだけどね。でも自信あります。それぐらい超テケテケ、すんごいテケテケなの。まあ、これはね、ぜひ使って体感して、もう一等でわかるから。じゃあなんでそんなテケテケがいるのかっていう、ここなんだけど、まず一つ、水が綺麗なフィールド、そういったフィールドのバスって目がいいんだよね。だからとにかく見切らせないためにバーッと巻いていきたい。でも普通のチャターだと強すぎて破断しちゃう、もしくは強すぎて魚が逃げちゃう、まあ、そういった景色がある。じゃあチャーター使わなきゃいいじゃんって思うでしょ。でもよく考えて、すっごい浅いところ、すごいカバーの周り、そういったところでチャターを使いたくなる、チャターじゃなきゃダメな景色っていっぱいあるの。なので作りましたね。可愛いサイズだったけど、あ、タイプスピード、もうね、すごい浅いの。サンドバーになってて、水深がどんぐらいだ、多分サンドバーのところはもう 40-50 センチっていった水深だ。そういった浅いところもこうハイピッチにパーッと引いてこれるからね。だからまあスピードを出してあげてもいいし、まあ、タイプスピードっていう名前だから、あの早く巻かなきゃいけないって思ってる人がいたら、それはまた違うんだよね。スピードも出していけるし、とにかく弱い、ね、この振動できっちり生めかしく引いてくることもできるから、だからまあこの浅さに対してタイプスピード、まあ、相性が良かったよね。あとは低水温器、水がクリアになるでしょ。ハイピッチなものをバスが好むでしょ。よく考えて、バイブレーションしちゃうと、冬になればなるほどそういうもの強いでしょ。一緒なんです。バイブレーションシャットが通せない景色あるでしょ。そのために作りました。なので基本的にはアピール力は最弱です。だけど最高速度で走り抜けていってくれる世界最速のハイピッチの日本生まれのチャター、それがタイプスピードということで、これもね、トレーラー使い分けあるんです。まあ、もちろんパワーほどじゃないんだけどね、弱い分だけど、おすすめのセッティングがあるんで、それちょっと簡単に説明させてください。まずはまあベーシックだね。まあこういうスティック系のもの、個人的には、ファンタスティックの 4.8、 頭の部分ちょっとカットしてんだけど、ファンタスティックの 4.8 をつけて、まあ普通に投げて巻いて、ブーッとスピードで仕掛けていく。まあとにかくもうバスに追われてパニックになっているベイト、それを演出するイメージだね。あとは流れの中とか、まあとにかくそういったところでスピードで仕掛けていくっていうセッティングです。速さだけじゃないんだよね、レンジのキープ力と、そこいけますかっていう、もうね、このね、フルスイングの 3.5 インチ、これをつけることによって、もう水面直下をハイピッチでテケ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 と言ってくれるんだよね。想像してみて、これ使いたい景色いっぱいあると思うよ。アフターでね、バス自体が杭が弱くて水面付近が好きな時いけるよね。秋の減衰の池、すごく浅くなったところにバス入ってる、トップ以外ほぼ攻め手がない、これいけるよ、うん、
トップにできらないときこれでいけるよ。まあいろんなそのシャローできっちり生めかしくスピードでピーッと弾いていきたいとき、これが生きてくるんだよね。もう個人的にはもう結構シークレットレベルと言っても過言ではないんだけど、このセットアップ特におかっぱりでシャローを攻めたいみんなにとってはすごく強い味方になってくると思うんで、こういったちょっとイレギュラーなタイプのセットアップもぜひ覚えておいてくださいといった具合に、タイプスピードはタイプスピードで、またパワーとはもう真反対のもう対極にあるよね。でもこれはこれで絶対に必要です。シャットを投げてて、あーここシャットじゃ絶対引っかかる、そんなところでももちろんいいんで、とにかくスピード弱さこれが生きてくるところでぜひ投げ込んでいってみてください。よっしゃシャロー、よっしゃもう濁ってるから、普通に考えたらパワーっていう景色なんだけど、岸際のこの護岸の浅いところ、これをビューッと逃げてるベイトを演出するような感じでタイプスピードで濁ってるからちょっと黒色にしてあげてね、ハイピッチ繊細さ弱さそれを色で補うで早巻きしてたらいい食い方、ほんとサイズはそこまででもないけど、いやーちょっとたまんなかったな、横飛びいい釣れ方だった、楽しかった。なんか2つあってこれ見間違えたりしないのって思った人いるでしょね。全然大丈夫、全く違うのよ、形も違えばブレードサイズももう全然違うんだよね。だからこれも一目瞭然で、各々にこだわったところってすごくあるのね。でもそんななんかオタクの話どうでもいいでしょね。だから簡単に説明だけしておきます。まずタイプスピード、もうさっきこう照らし合わせたようにもうまずブレードがすごく小さいんです。なので、抵抗感少なくハイピッチにテケテケ走り抜けてくれます。逆に、タイプパワー、これはもう見ての通りもうブレードがバカみたいにでかいです。だけど大振りにならないように、実はこれねブレードの形この下の方がねあまり振りすぎないように、こうなんていうのオーバーパワーになりすぎないように抑制するへこみがあるんで、ね、ちょっとこだわってます。で両方ともにこだわってるのがガード、まあ基本はついてないものが多いよね。だけどついてるものも世の中ちゃんとあります。だけど少なかったり、これかかるよっていう本数だったり、いやこんなにいらないよね、フッキングできるっていうぐらい大量にあったり、だからその辺のストレスっていうのをもう絶妙の本数、長さ、さらに一本一本の太さ、これで調整してます。もう絶妙です、もうこれ体感してください。でヘッド形状、これも全く違うの、スピードを出すためのヘッド形状とパワーを増すためのヘッド形状、これ全く違うんで、なのでもう全然違うんで見間違えることはないと思うし、使ってもらえればもう両方うわーと思ってもらえるんでね、ぜひその辺はもう手に取って体感してください。さあここまで急ぎ足で説明してきたけど、まあ、このアメリカンなもうまるでパワフルクランクを思わせてくれるようなこのタイプパワー、そしてジャパニーズチャターと言っても過言ではないこのシャットのような超高速ハイピッチなタイプスピード、もう今の日本のフィールドにおいて必要ということで生まれてきたこの2つ、ぜひ皆さんの現場でそれぞれうまく使い分けていい釣りぜひしてください。